ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはサガン鳥栖対湘南ベルマーレの感想会です。よいしょ。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。試合の感想並びに良かった選手を鳥栖サポーターの武さんに喋ってもらいましょう。はい。というわけで、僕はちょっと後半ほとんど見れてなくて、得点シーンぐらいしか見れてないんですけれども、試合は1対1ということでどうでしたか？いやー、苦しい時間が長かったですけどね。なんとか、まあ、前半は、はい、なんとか追いつけて、まあ、ちょっと久々の得点っていうのも生まれて、まあ、正直ね、ホームっていうのもあったし、追いついてからの勢いもあったんで、はいはいはい、できればね、あの逆転勝利っていうのがベストでしたけど、うん、ただちょっと苦しい数試合の流れの中で1点取って同点っていうのは良かったんじゃないでしょうか。まあ、確かにこの試合を迎えるまでちょっとね、トスとしては流れがあんまり良くないというか、ちょっと残念な試合が続いてた中で、かつね、前半失点してちょっと重苦しい雰囲気でしたけれども、久々のゴールが生まれたということで、後半は結構落ちてた感じですか？はい、後半も、まあ、正直ね、まあ、なかなかシュートまで行くシーンっていうのは作れなくて、まあ、そんな決定機が何個もあったわけじゃないですけど、はい、まあ、あのゴールシーンね、一瞬まあサイドから抜け出して、うん、1点取った後は、まあ、どっちかっていうと湘南がまあもう勝ち点1でっていう雰囲気もあったんで、なるほどね。まあ、トスが攻める時間は長くなりましたけどね、そこからは。まあ、ただ勝ち越しゴールを奪えず、まあ、結果的に1対1で終了となってしまいましたが、ただ久々のね、ゴール、それもホームで生まれたっていうのはポジティブじゃないですか。よしね、まあ、あの良かった選手で言えば、はい、酒井選手。やっぱり酒井選手は本当出たら結果出してくれますね。いや、しかもやっぱ得点以外の部分にね、収まるとこもあるし、本当頼りになるなっていうのが、あと他の選手で言ったら、まあ、スタメンした岩崎選手はね、はいはいはい、まあ、数試合多分マッキーも見て思ったと思うけど、やっぱ結構ゴリゴリ突破する勢いもあるし、まあ、あとは得点だけっていう感じなんですけど、そうですね、前半からも、まあ、いい飛び出しとか欲しいシーンとかも作ってたかなと思うんで、あとはゴールが欲しいですね。うん、あと今日後半ね、終盤に投入された相良選手も、はいはいはい、かなり積極的に仕掛けてて、一本ね、ちょっと惜しいシーンがあったんですよ。サイドから突破して、はい、サイドというか、まあ、ペナルティーエリアのちょっと横ぐらいからね。で、最後、ニアハイ抜ければみたいな、あの角度からのシュートで、まあ、ちょっとサイドネットに行っちゃったんですけど、なるほど。やっぱそういうね、特に相良選手とかもう若手なんで、はい、まあ、勢いがあって、まあ、なんというかちょっと停滞してる攻撃にもね、まあ、個で打開してくれるというか、やっぱそういう選手が絶対必要なんで、はいはいはい、まあ、今後の活躍により期待ということで、まあ、シーズンね、後半に差し掛かってきて、もちろん今シーズンどういう形で終わるかっていうのも大事ですけど、来シーズンに向けてもね、これ相良選手がこのタイミングで例えば台頭してくれたら、すごいチームとしても明るい材料じゃないですか。うん、ちょっとね、E の選手があの負傷交代したっていうのも、あ、そうなんや。うん、ちょっと
ただサイドのポジションね、今日はだから中野慎也選手が途中から右に入りましたけど、まあまあどんどんねチーム内の競争があればいいですね。というところで、まあね、あの連敗が続いてて、一旦ここで、まあ、勝ち点1ではありますが連敗をストップして、もうシーズン後半に差し掛かっていくわけですけれども、はい、まあ、残り、6試合ですかね、まあ、ACL 圏内まだまだ諦めてないと思うんで、選手の皆さんチームとしてはね、うん、まあ、サポーターもチームがね諦めてない以上はサポーターも諦めてはいけないと思うんで、またここから頑張っていってもらいましょうよ。はい、引き続き全力で応援します。次節はガンバ戦ということで、はい、まあちょっとお互い負けられない戦いになるかなと思いますけれども、次節に向けてどうですか。まあ前回対戦ね負けてるんで、はいはいはい、ちょっとここはもう勝ち点3をいただかないと。まあね、ちょっとここは本当シーズン終盤に差し掛かってお互い負けられない戦いになりますけれども、まあちょっといい試合をねお互いしましょうよ。予想はね、ボールを持って攻めるトス、耐えるガンバっていう予想ですけど、うんうんうん、なんやかんや今日耐えまくって勝ち点1持って帰ってきてるガンバが、はい、ちょっと不気味なとこありますね。まあね、結局一発がありますから、パトリック選手、宇佐美選手っていう前節もね、確かあのアウェーのトス対ガンバも多分一発で確か勝ったと思うんで、うん、まあそれにサポーター、ガンバサポーター期待してるところはあると思うんですけれども、まあただトスもねやっぱ流れ一旦断ち切って、もう一度ここから最後ギアをって多分入ってくると思うんで、まあいい試合を期待したいなと思います。はい、注目していきましょう。はい、では本日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。